高知市総合運動場でトレーニングに入ったのは、横浜 DeNA ベイスターズのエースで、今年3月の WBC 出場が決まった今永昇太投手と、中日ドラゴンズの岡野雄一郎投手です。高知市での自主トレーニングは、去年に続いて2年連続で、雨の時にも練習がしやすいなど、施設が充実していることが高知市を選んだ決め手になったということです。去年は非公開でしたが、今年は屋外での練習は誰でも見学できます。コロナになってから好きになったので、生の試合は見に行けてないんですよ。来年メジャー行くかもしれないので、今すぐ見に行かないといけないなと思いました。今永投手らの自主トレーニングは今月15日まで、午前9時から昼ごろまで行われ、屋外での練習を見学できます。一方、宿毛市野球場では、楽天イーグルスの鈴木大地選手や、オリックスの小田裕也選手ら6人がトレーニングを開始。宿毛では毎年プロ野球選手が合同トレーニングを行っていて、今年で13回目です。正直僕1年のうちのこの時期しか宿毛に来ることは正直できないんですけど、ね、そのこんだけ時間が空いても、お世話になっている人に会ったらすごく、なんていうんですかね、家族みたいな形で最高の環境だと思うので、はい、いい時間にしたいです。合同自主トレーニングは今月22日まで、午前9時から夕方まで行われていて、自由に見学することができます。